きっと私たちは同じ場所で同じ時間を過ごしながらも本当の気持ちだけは何も分かり合えなくて、この街に来て初めに感じたのは疎外感だった。毎日数えきれないほどの人とすれ違うのに誰のことも知らない、圧倒的に他人ばかりの街。それはどこか知らない遠い国のようにさえ思えた。お疲れ様です、大沢です。はい、あ、今戻してきました。今度の連休明けにはあげてくださるみたいです。はいはい、佐藤さんの CC 入れときますわかりました。じゃあ9日の11時に打ち合わせで。はい、この後すぐメールします。はい、失礼します。久しぶり。元気だった？元気元気。よかった。え、コウスケたち来てんの？うん、あっちにいるよ。行く。ゆり。かわいい。喋る喋る。ねねね。こっち戻ってくるのいつぶりなの？正月ぶりとか。うん。ね、東京どう？どうって別に普通だよ。うわ、出た東京怖いわ。前は前、うん、うわどうだろう、見てないけどな。ねコスケ、前見た？いや見てないけど。見た、うん、てか大沢じゃん。え、懐かしいなん。うん、久しぶり。久しぶり。ハイボールお願いします。ハイボール、はい。付き合わない？え、本気で言ってる？うん。え、なんで？それはまあ好きだから。嘘だ。いや、めっちゃ疑うじゃん。でどう？私でよければお願いします。うん、こちらこそ。すいません、はい、生で。生、はい。激してた？うん。あっち行って7年か。完全に東京の人じゃん。いや、東京いじりやめてはい、戻しました。ハイボールと、はい、はい、生です。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ。お疲れ。仕事どう？まあ、なんとか。そっか。周平営業って言ってたっけ？ああ。大変でしょ。まあ、でも慣れたかな。慣れですか？
なれ変わんないね、ゆいは。え、なんか安心した。おお、周平じゃん。おい、うっさいのが来たよ。なんだよ。いや、さっきさ、岩沢私と球技大会の話してた。あいつが全校生徒の前で滑ったやつね。え、覚えてる。いや、くすの伝説のお滑りしよう。いたよゆいちゃん。まあ、久しぶり。元気してた。うん、ゆいちゃんすごい綺麗になったね。いや、それ東京補正だから。東京補正。あ、まい、まい、何飲む。ウーロン茶。ウーロン茶取ってくるよ。でも会えてよかった。ゆうちゃん全然帰ってこないから。いつまでこっちにいるの。連休中はいる。じゃあまた会えるかな。はい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 、ありがとう。ということで、ゆい、おかえりー。乾杯。ジャイマー。あ、たまるわ。ゆいじゃん。ね、あ、久しぶり。久しぶり。やばすぎる。来週の日曜さ、空いてる？うん、空いてるけど、なんで？いや、どっか行くかなって。あ、みんなで集まろうって言ってたやつ。あ、じゃなくて、普通に二人で。何？いや、なんか付き合ってる感があるなって。感じゃなくて、本当に付き合ってんだけどね。痛い。痛い。ただいま。おかえり。あ、ねえ、なんかね、これあんた宛てに。え、誰から？そう、こっちのお友達じゃないの？別れよっか。え？受験でいろいろ忙しいし、お互い気使ってばっかじゃん。だから、そうだね。きっと私たちは本当の気持ちだけは何も分かり合えないまま、ずっと。